安倍亮は日本の司法書士、ラジオパーソナリティ、北海道札幌西高等学校卒業、19歳で陸路を世界一周、新聞配達、建設、工場に始まり、人材派遣や営業マンなど20種類以上の仕事を経験し、28歳で司法書士になる。2009年、日本の孤児院の子供たち60名をディズニーランドに招待。 2010年より、世界の貧困国に、毎年1校ずつ学校を建設。現在までに、ネパールに4校、ミャンマーに6校、カンボジアに1校、アフリカに1校、合計12校の学校を建設している。2008年3月、司法書士法人新宿事務所を立ち上げ代表となるも、2017年3月31日付で、退任。同年4月1日、 株式会社ネイヒーロー相談役に就任。2018年、カンボジアに、アジアの小児がん治療の拠点となる、アジア子ども医療センターを建設。日本放送で2010年から、ラジオ番組、安倍亮の NGO 世界一周。を、夕刊富士で2014年2月から、安倍亮のつぶやき世界一周。コラムを担当中。2019年11月25日。 第53回社会貢献者表彰受賞。安倍良大53回社会貢献者表彰状。ありがとうございます。